にちは。今日はベターと開脚できるようになるすごい方法、4週間チャレンジの2週目の成果を見せていこうと思います。それではちょっと場所を移して、最後の2週目の14日目のストレッチをしていこうと思います。はい、今回の2週目のストレッチも4倍速でお送りします。2週目も基本のストレッチ、タオルストレッチからスタートして、左右20秒ずつじゃなかった30秒ずつぐらい伸ばしていきます。そしてもう一つの四股ストレッチ、これも真ん中と左右を20秒ずつぐらい伸ばしていきます。で、今やってるのが2週目の新しい壁ストレッチ、壁に足をかけてだんだんと広げていくっていうストレッチです。これを1分から2分くらいやります。で、1週目と同じくストレッチは3セット最低やっています。1セット目よりも2セット目、2セット目よりも3セット目と少しずつ広げてってやっています。ストレッチは体を少しずつ温めながらやった方が効果があるので3セットとしてやっています。4週間でしっかり効果を出していくためには、より効果的にやっていく必要があるかなと思っています。ストレッチの前に、蒸しタオルで硬い部分を温めたりとかしながらもやって、少しずつでも効果を高めて結果を出していきたいと思っています。それでは場所を移したところで2週目のストレッチの成果を試していこうと思います。どうでしょうか。1週目やった時よりも足が開くようになってるんじゃないかなと思います。ちょっと横からも見てもらって、前にどのぐらい倒れてるかを確認してもらおうと思います。どうですか、結構前に倒れるようになってきてるんじゃないかなと思います。で、この骨盤を割と立ててないと前に行かないので、足開いた時にこう後ろに倒れたまんまだと行かないので、足開く時に骨盤が後ろへ倒れないように注意して開くようにしています。今日で半分の4週間の半分、2週間が過ぎました。で、1週目が、2週間やってみて、1週目が膝の後ろ、足がよく伸びるようにするストレッチで、今週2週目が足が開くようにするストレッチなのかなという印象です。次は、なんか椅子を使ったストレッチなので、おそらく体が前にこう倒れやすくする、さっき言った骨盤がこう安定して立てれるようにするようなストレッチなんじゃないかなと思います。割とこう段階を踏んでストレッチのメニューが毎週週替わりでやってあるんじゃないかなと思うので、またこれをチャレンジして
しっかり足を開けるように、そしてしっかり前に倒れるようにチャレンジしていきたいと思います。で、日々のストレッチはツイッターの方でやっています。で、またそれをトゥゲットギャッターにまとめているので、そちらも見てみてください。概要欄にリンク貼っておきます。それではまた、3週間の報告をよければまた見てください。じゃあね。